この度は突然のチャンネル停止によって視聴者の皆様にご迷惑をおかけしたことを心よりお詫びいたします誠に申し訳ありませんでしたチャンネルが停止になった理由についてはお話しできませんが何の予告もなしに停止になってしまった責任は私自身にあります今後は皆様が安心して動画をご覧いただけるよう活動していきたいと思います今後とも何卒よろしくお願いいたします